キラとしたウイス嬢の声とギラギラとした立候補者の声が市長選の投開票に備えて響き渡る。それは神浜の魔法少女たちにとって一言ではないけれど、彼女たち魔法少女の争いについては立候補者や町の人にとって一言だった。この時密かに動いていたネオマギウスは、トキメ一族のほころびを見つけると分家の人たちを取り込もうとしていて、神浜マギアユニオンはリョウさんの遺品の中から監獄の地下を写した写真を見つけると、タツギへのショートカットを消すために再び監獄へ行く準備をしていた。そしてその頃、私は三日月荘のみんなが避難している場所、クレセントハウスの中でトウカちゃんとネムちゃんに会っていた。私についているリーちゃん、風の伝道師の噂を完成させるために。よく来たね、サトリカゴメ。ごめんね、カゴメちゃん、ちょっと緊張しちゃってて。それはお互い様だよ。僕も噂を強化するのは万年桜以来の挑戦だからね。ネム、これから使う道具は近くに置いておけばいいかにゃ。うん、助かるよ、トウカ。リーちゃんが強い魔力を感じてるみたいなんだけど、これは何に使うものなの？僕の魔力を補うための道具だよ。本来噂の生成は命を失うほど魔力を消費するからね。完成させる補完だとしても危険性を排除するために、あらかじめ自分の魔力を移したものを準備しておいたんだ。特にネムはドッペルの脱出にで歩けなくなっちゃったからね。次にドッペルを誘発させたらどうなるかわからないんだよ。それなのに私のために。ひいて言えば魔法少女のため。それに僕もトウカも命はすでに捨ててるようなものだし、体を張るのは君なんだから、引け目を感じる必要はないよ。ただ前にも言ったけど、何かあっても文句はなしだからね。今回は万年桜とも違って人についた状態での補強だもん。今でも噂の声が聞こえるなら耳に繋がってるかもしれないし、もしかしたら直接脳と繋がってるかもしれないよ。え？いくら魔法少女になる素養があるって言っても、魔力が流れ込んだらどうなるか結果は未知数。一時耐性感覚やと繋がってたら激痛かもしれないね。私大丈夫だよカゴメちゃん、大丈夫だよカゴメちゃん、大丈夫だよカゴメちゃん、大丈夫だよカゴメちゃん。性格が悪化の一途をたどってるよ。怖がらせないでくれるかな。代弁役のアルちゃんまで混乱してるよ。大丈夫、こんなことで怖がってちゃ何もつかめない。陽さんの代わりを務める以上震えてなんかいられないから。足は正直に震えてるから、少し落ち着いてから始めよう。はい。それにそれだけ私もリスクを把握してるってことだよ。いよいよ監獄攻めよ。みんなちゃんと地図と写真には目を通したかしら。5番目上の地下通路だから、戦闘になれば位置感覚を失うし、相手は十中八九魔力を使った仕掛けをしてるはず。慌てて記憶が飛ばないように頭に叩き込んでおきましょう。あれ、ひなのさんたちはまだ来てないみたいだよ。物質の明け渡しが今日みたいで急に来られなくなった。なんだかタイミングが悪いね。ウイちゃんは地図ちゃんと覚えられた？いっぱい見て覚えようとしたけど、あんまり自信ないかも。私たちはペアだから一緒に考えながら進んでいこう。ウイ君は参加して問題ないのか？
見つけちゃったし、気持ちの言葉が少しわかるぐらいだから。そうか、これといって狙う理由はなくなったのか。何かあれば私も守りに入るし、ウイちゃんたちは安心してよって言いたいところだけど、今回は迷路だからな。あ、レナちゃん、そこは右に曲がるんだよ。ちゃんと覚えてないでしょ。バカにしないでよ。次は楓の番だからね。絶対に間違うわよ。おい、弔い合戦でもあるんだ、遊んでる場合じゃないぞ。分かってるわよ。レナだって敵は討ちたいし、恨みだって晴らしたい。特にランカには絶対謝ってもらうから。ああ、そうだな。一応 100% 覚える必要があるのはツルノちゃんだけなんだよね。ツルノをゴールに向かわせる、それが今回の目的だからね。私たちはツルノが位置を覚えていられるように戦闘を受け持つのが役割、地図を把握するのもスムーズに助けるため。ああ、ゴールまでは任せて。なんだって最強の頭脳だからね。言ったわね。おお、もう少し優しくしてほしい。あの、用意したホイッスルってこれでいいですか？うん、いい感じね。ほら、これするのだけ特別なやつだよな。ありがとう、ペリシア。てかさ、俺とイロハ本当に留守番でいいのか。気持ちの意思を持ってる以上、狙われたら危ないからね。向こうも気持ちの意思は持ってるからお互い様なんだけど、一応細心の注意を払うわ。それに鶴野を行かせることに注力したいから。仕方ないよ、フェリシアちゃん、今日はお家で応援してよ。前と同じように魔力を込めた石を使ってるっすけど、最大12人って判明してる時点で数が増えたように見せかけるのは意味がないんじゃないですか？あれ？いつもよりも光の頭が回ってる気がするな。頭なでなでしないでほしいっす。光るバカじゃないっすよ。数を増やすように見せかけるのが今回の目的じゃないわよ。そうなんすか？ゲームっぽく言ったらジャミングみたいなもんだろ。いろんな魔力反応が混ざり合って位置が分からなくなるね。ああ、そういうことなんすね。とは言っても相手も想定してるでしょうね。あんじょ、最初から監獄を壊せばいいんじゃねえか。せっかく自ら監獄に飛び込んできてくれるんだから、やれることはしたいじゃない。ユナ、ユニオンが動いたって連絡があった。日が暮れてからだと思ったけど、想定より早いみたい。仕掛けはもう終わってるし問題はないわ。全員で配置につきましょう。
露骨に誘ってきてるわ。鶴間、双葉さん、ウイちゃん、追いかけるわよ。はい、確定だ。感謝するぞ。思ったより明るい。外の光が入ってるのかな。まずは一人。ああ、片付けるぞ。用心してって言った矢先に。ごめんなさい。いえ、仕方ないわ。完全に不意打ちなんだから。言ってた通りですね。魔力が満ちてます。うん、これじゃあみんなの位置がわからない。想定済み。まだ。ここはあなたたちの墓場。逃しはしないよ。では自分が相手しよう。先日の事情がある手前、優しくはできんぞ。それなら私も混ざるわ。鶴野、頼んだわよ。任せて。殺さない主義だから安心して。嫌な記憶は残るかもしれない。最初から引き離すのが目的か。そう、連携はさせない。タッグの方はともかく、一人だとさすがに辛いでしょ。背中を守ってくれる人がいないから。じゃない。私たちそんなヤワにできてないよ。鶴野、あとは頼んだぞ。ごめんね、桃子。入ってきて間もないのに、もう全員分断されちゃった。プロミスとブラッドも本気で罠を仕掛けてきてるし、私たちもそれに乗って入ってきてる。おりょりょ、本当に何もわからない。でも、大丈夫。今のところ地図は間違ってないはず。ここはりょうちゃんの写真だと右折だった。よし、みんなが戦ってるうちにゴールだ。心細くなんてなってられない。ユニオンのツルノは袋のネズミ、もう満体だよ。チューチューチュー。ちょうど半分。今のところは間違ってない。魔力は探れないままだし、周りの状況がわからない。でも罠だとしてもきっと前線してる。じゃないと私が困るしね。ほら、もうざっくりいかれると思って心臓バクバクだよ。
はクリティカルヒットのつもりだったけどね。さすが三日月荘の最強さんは鍛え方が違うのかな。嘘、誰がやったの。うちの三女のようね。ロちゃんをやった。試合してるんだから起きて当然だよね。ハードモードのベリーハードのゲームなんだから。人の命を遊びで消さないでよ。私は殺さない。ユニオンは殺したりしない。仲間が殺されたりしても私だってわざとした。何？じゃあ二人目はあなただって言っただけ。私は戦いもしないよ。りょうちゃんへの弔いはゴールにたどり着くことだからね。な、何その笛。姉妹に負けない音色だな。む、ホイッスル。久しぶりに聞く単語だな。用意するのはいいですけど、何に使うんですか？うまくいくかはわからないけど、ツルノを守るために使うわ。お？私？魔力を探知できなくても、音なら十分響き渡るはず。反響の影響でおおよその位置しかつかめないと思うけど、あとは戦ってる音が本人のところに導いてくれると思うわ。唯一いるのはカメラの中身を知っている。二つ木と神浜をつなぐ結界がどこにあるのかを早く伝えたいのに。ふっ、テレパシーに集中させてくれない。それにこの動きって…いや心を読まれているようだろう。これは重いぞ。なるほど。何が？緑くんの剣は不慮の事故か。とはいえ命を奪ったことに変わりはないがな。見られてる？案ずるな。緑くんも少なからず危険性は把握していた。何よりこの状況下で誰が死ぬのが先で後だったのか。致命はそれぐらいだろう。そうやって何？私を慰めるつもり？まさか。理屈がどうであれ人が一人死んでいるんだ。自分のいささか切れている。貴様もかわいそうだな。これ以上ないで。純粋がゆえに逃避し抗える視点の現実なのだ。簡単な遊びはない。これは厳しい現実だ。
それが分かっているから自分でも搾取のない理想を求めるのだろう。それは自分と少し似ているのかもしれない。力で勝利する少年漫画の美学に反するぞ。フェリシアちゃん、漫画で学んでたんだね。そこかよ。いいからもう行こうぜ。こんぐらいの約束破ったって別に怒られねえぞ。そうだね、行こっか。お、ダメって言われると思った。ううん、もう行くって決めた。なんで行くことにしたんだ。このままだと緑さんの思いに報いることができない。それに私たちが出ていくことは危険なことかもしれないけど、何もしないままの方が悔しいから行くことにしたの。だよな。それに今ダメだったらいつ戦っていいか分かんねえよな。うん、今動かなかったらきっと自分がダメになると思った。ユニオンを引っ張る一人なんて胸を張って言えない。なんか堅苦しくてイロハっぽくていいな。え、堅苦しいかな。ま、このまま気にせずみんなを助けに行こうぜ。うん、私も一緒に行っていい。さくらこちゃんたちと部室を片付けてたんじゃ。生徒じゃないからってひなのさんが行かせてくれたの。一緒に行かせて。私無駄にしたくないの。りょうちゃんが残したもの、りょうちゃんが願ってた救いを。はい、一緒に行きましょう。さあ、ヒカルの増援で戦力も100倍みたいなもんしよう。ナイスタイミング。さすがに一人じゃヤバいと思ってたんだよ。くせ、ヒカル軍団でこの二人を飲み込むっす。グルミストブラッドの奴らマジで総力戦じゃない。ふりゃー、なんか変なのに囲まれたよ。ひなちゃん、ヒカル軍団変なのってどういうことっすか。こっちはさばいたわよ。楓、大丈夫？うん、植物で壁を作ったから。その魔法もこういう時は役立つわね。閉じ込めたらこっちのもの。こんなので止めらんないっすよ。何よ、役に立たない草ね。ひどいよね、なっちゃん。囲んでしまえばこっちのもの。あとはユナさんのために料理を仕上げるだけっすね。他の人たちももしかして危ないんじゃ。それよりまずは自分の心配をするべきよ。やった、動
しようか。せんやヤチオさん、容易にはいかなそうね。うちの三女をずいぶん可愛がってくれて、あんた自分の状況とかさ、ちゃんと見えてる？うん、全員か。三女、勝手に追い詰められてルーザーな主人、ニッピーが入ってきたんだから、もう少しシャキッとしなよ。そんなところに悪いけど、こっちもニッピー乱入だよ。いや、ルナの対戦とかマジでだるいって。乱入は非常に嬉しいのだが、熱い視線を浴びてるな。ま、ちょっとだけ訳ありだからね。ここだ、間違いないよ。妹の言ってた通り、マジでショートカットの場所を把握してたみたい。ロミストブラッサの次女、お仲間の助けがあるって言ってもよく覚えてたな。神浜マギアユニオンの中でも最強の頭脳だからね。ああ、そうかよ。ったく、姉さんもおめえな。ちゃんとカメラを壊せてなかったのに。壊すより前にちゃんと送ってたみたいだよ、カメラの戦闘機能を使ってね。そいつは便利で結構。ただ、トリックには興味はねえ。ジュリ様が考えてるのは、てめえの墓を掘ることぐらいだ。別にいいけど、掘る必要はないと思うよ。私の命の炎は、そう簡単には消えないからね。ジュリ様の炎は、命の炎ですらウェルダンにするんだよ。こいつで消し済みだっつーの。マジか、こいつ押し返してきやがる。最強の名前がだけじゃないって、それで分かったでしょ。手加減抜きでやんねえとジュリ様がヤバそうだな。燃えてきた。そんなところ悪いけど、私はちょっと行くからね。逃げんのか。私の目的はこの先にある二つ家のショートカットを、株分けのミラーズを消すこと、そしてリョウちゃんが残したものを次につなげることだよ。ちっ、不意打ちが卑怯とか言うなよ。こっちは殺す気でやってんだ。復讐したい気持ちはわかるけど、虚しくなってこないの。ああ、友達や家族が死んだ原因の一部が目の前にあるなら、それを潰して満足する奴は5万といるっつうの。ただ不幸を生むだけなのに。ジュリ様たちにとって、てめえらの不幸はいつも必要。神浜の奴らを苦しめて、二つ目の奴らを含むのが、最大限の幸福だ。やるしかないか。そう。花から結果は出てる。それに争いはジュリ様の勝負だ。強い奴、ムカつく奴は全部ぶっ潰してやる。それが今まで消えなかったジュリ様の本質だ。さあかかってこいよ最強。なんならジュリ様が持ってる気持ちの石を奪うつもりで来い。今は興味ないよ。プロミストブラッドを倒す。そのために今はここで足踏みを捨てられないんだよ。ああ、
なこと言いやがって。魔力がなくなりかけてるじゃねえか。いや、武器でぶん殴られるのも効くだろ。そっちこそ辛そうだあと一発やりゃくたばりそうなのにな。魔女と戦うだけの力は残してるからね。そりゃお互い様だ。ジュリス様も温存してたからな。じゃあずっと温存してないよ。私は行くから。残した魔力を今が使う時だ。こっちから力を崩してやる。ちょっと嘘でしょ。ショートカットを断つ気？てめえら神浜の連中に消されるぐらいならな。そっか、ショートカットへのルートは一つじゃない。を逃した以上は一匹ずつ確実に仕留めないとね。楓、すぐに潰れてもいいから、さっきみたいに壁を作って他を牽制してる間にレナが一人ずつ相手する。じゃないと囲まれたままじゃ一方的にやられるわよ。さっさと破るぞ。ふやあれ、壁が消えた。光る軍団を前に数の利はひっくり返せないっす。くっ、こいつマジで厄介。対象変更。なんで背中の方からそんなの避けられないよ。落ち着いて、ウイちゃん、一瞬魔力の反応があるから。続けてもらった。させません。くそ、まだ諦めてはダメよ。そう何度も同じ手を食らうほど衰えてもいないわよ。うらら、ヨーヨーにぐるぐる巻きないよ。しまった。これで、あとはナスがままね。ヤチオさん！そんな余裕ぶってる場合じゃないだろう。加速！あんたならどっかで来ると思ってたよ。やりきれるかは別としてね。うるさいな。これでも覚悟は決めたつもりだよ。くっ、とんでもない体当たり。このまま冗談して。しまっ、レナちゃんよ。レナちゃん、この魔力の反応。よかった、間に合った。イロハちゃん、あんたどうして。
留守番じゃなかったの？また玉木さんす全身か！なあ！なんだよこれは！間に入られた。サナ、はい！今のうちにほどいてやれ！あなた留守番？その前に言うことあんだろ！相手は自分たちだ。イクミさん、落ち着いて。熱い、聞こえてない。マジ、なんなの、最悪の鉢合わせじゃん。絞り取られない。平和な世界で生きたい。ヒカルも姉様も一緒に戦ってくれるけど、私も強くならなくちゃいけなくて。それは、私が誰かを傷つけるっていうこと、求めるものとしていること。どこか矛盾を感じながらも、覚悟は決めてた。二つ儀を苦難に追い込んで、殺し合いを過激化させた神浜への恨みを返すことだって、納得してた。でも、いざ自分の手で殺しちゃうと。何、ここ。私が倒した気持ち、どうして違う、今の本気でやられたわけじゃないよ。自分の気持ちは整理したつもりだったけど、あんな急に出てくるから驚いて何もできなくなって。大丈夫、私は平気。あなたを手に入れたからには他の気持ちの意思だって回収するし、私たちプロミストブラッドが全てを集めてあなたたちが望んでいる場所に連れて行く、自動浄化システムへ。嘘じゃない、本当だよ。やめて、入ってこないで。確かに駆られてるけど、私限らないって言ってくれるのは嬉しいけど、違う、次は投与なんてしない。自分で動けるから。
玉木くんの時と同じ。やば、あれって気持ちの力を借りたってことか。三女のやつもこれで一皮むけたってことじゃない。形勢逆転ね。待ってランカ、三女の様子が変だ。起きない、戻れよ。まさか地下全体を潰そうとしてるのか。味方もろとも潰す気か。いいのかあんたたち、あれは。ふざけんじゃないわよ。いい理由なんてないって。やるとしても一部分だけのつもりだったんだけどね。おい、感じたか今の魔力。他の誰の反応もわからないのに、はっきりとわかったよ。ったく、三女のやつ何があった。そろそろ潮時だな。崩落させるつもり。つっても、ジュリ様はもう魔力がねえから、姉さんに頼むしかねえけどな。じゃあ、さっきのはハッタリ。それはお前もだろ。姉さん、対象変更を使ってこっちをぶっ潰してくれ。今のジュリ様じゃ無理だ。そこまでの距離を考えれば私もかなり魔力を消費するわ。それにこの様子だと地下全体が崩落の危機にあるはず。破壊するのは構わないけど、あなたは脱出できるの？無理だな。神浜の最強と一緒に死ぬ。差し違うならいい相手だろ。時間がないからさっさとやれ。姉さんとの勝負は来世か、あの世だ。夜の津平坂で待ってなさい。八千代さん、何かやろうとしてるよ。いけない。まだこっちの相手が終わってないよ。ほらほら、糸に触れたら切れるんよ。かなり力を貯めてる。でも今ならさせない。この一撃で。お願い、テリシュ。三女のところに向かって脱出よ。わかったよ。ごめんなさいジュリー、対象変更は他に使ったわ。だから助けがない場合は自力で戻っていらっしゃい。テリシ、怪我はどこにもない。でも思いっきり金棒が当たってたけど。まさか対象変更、何が変わったんでしょうか。見ただけじゃ何もわからない。ひとまず私たちも撤退よ。鶴野さんは？イロハからテレパシーが来てキラリさんを追ってるって。向こうも大場尻の回収を急いでるでしょうし、鶴野がいるところにたどり着くはず。大丈夫っすかジュジュさん。姉さんの馬に乗るなんざ龍ヶ崎の恥だな。捨ててくっすよ。悪かった、我慢するから乗せてくれ。じゃあな最強、勝負はお預けだ。情報を得た分私の勝利だよ。何の話だかな。鶴野ちゃん、そんな動けないぐらいひどいの？本気でやり合いすぎでしょ。ほら一緒に担いでくるよ。いろはちゃん、治癒の魔法使ってあげれば。それは後でいいよ。
今は早く出よう。うん、本当に崩れちゃうかも。はい、提案。今だけ三条を一緒に止めない。私やレナたちはただでさえあんたに裏切られてなのに信用して攻撃を受けない保証はあるのか。ほっといたら全員ぺちゃんこ。仲良く織田仏は嫌。理由として真っ当じゃない。ま、確かにね。カナギさん、どうしようか。うむ、自分も同じ墓に入るつもりはないからな。動きが大きい。懐に入って動きを止めるから、あとは頼んだよ。そう、私はあなたにつけいられるぐらい心に隙があった。自分に理想があるんだとしたら生き死になんて関係ないのね。だっていつか姉様よりも上に立ってなきゃいけないんだから。こういう手口点で私は分かってなんかいなかったんだ。どうせコントロールできないなら自分がその石をいただこう。ああ、危ない。たく、油断も隙もないね。協力関係が終わったところだからな。言うと思ったよ。さっさと脱出するよ。あんたらも早くしないと、どうなっても知らないからね。まさかプロミストブラッドに心配されるなんてね。自分はとどめを刺そうとしたのに、彼女も随分なお人よしだな。本当はこちらを皆殺しにしたかったでしょうけど、残念ね。そうね。まるで何かの意志に邪魔されているとすら思えるわ。とはいえ、カメラを壊して終わったと思ってた自分のせいね。主要なメンツは集まってるけど、まだやり合う。遠慮しておくわ。次女も三女も動けないからね。そちらも最強の魔法少女のことは、せいぜいねぎらってあげなさい。玉木さん。何？口では、手を結ぶとか、みんなを救うって言ってるけど、結局は、戦うんすね。引き返せないところに来ちゃった。ヒカルちゃんもわかるでしょ？す。でも、今のままでいいなんて思ってないよ。バカっすね。そうだね。お姉ちゃん。うん、帰ろっか。サナちゃんも今日はありがとう。いえ、とりあえず生きて戻れてよかったです。あとはつるのちゃん治療しないと。イクミさん、怪我は？特に問題はなさそうだが、三女と会ってしまってな。それって本人目にしたら辛いよね。私敵討てなかったよ。本当はできたのに。それでいいと思う、イクミさんは。うむ、もしかしたら緑くんが止めたのかもしれん。そうかな。カナギさんってそういうことを言うタイプなんだ。ありがとう、イロハちゃん。うん、お疲れ様。あのね、一つ分かったことがあるよ。分かったこと？うん、二次と神浜をつなぐ株分けのミラーズの結界、多分神浜監獄以外にも繋がってるルートがある。噂の内容は出来上がってる。あとは魔力だけだけど、
くり魔力を注いだけど、それでも噂側の器は整ってないからにゃ。噂が変化しない限りは悟りかごめに影響するかも。止めた方がいいかな。もうちょっと頑張ろう。このまま殺人犯になるのはごめんだからね。りんちゃん。そう、これからも二人で魔法少女を救うために頑張ろう。だから受け入れて、ネムちゃんの魔力を。私も変わりたいの。臆病で誰かに守られる私から転校してきて、孤独で泣いてばかりで手を差し伸べられるのを待ってるだけの私から。だから私は誰かのための悟りかごめになりたい。私を魔女から助けてくれたイロハさんたち、魔法少女のために。私が望むことって言われても困るよ。だってもともと死ぬつもりだったし、先のことなんて全然考えてなかったもん。それでも何かって言われると、やっぱり私は宇宙の全てを知りたいと思っちゃうよにゃ。だってキューベイに興味を持ったのだってそれが理由だもんね。人体にも興味はあるよ。でもやっぱり辛い時期を支えてくれた宇宙が私にとっては一番。それに人もキューベイも何もかも原始の原始、その果てにある源をたどっていけば必ず宇宙があるはずなんだよ。だから宇宙の全てを知るっていうことはね、人体も含んだあらゆる地を網羅することと同じなんだよ。その小さい脳でも分かった